今回紹介するのは、僕はやっと認知症のことが分かったという本です。付箋41箇所、介護に関わる多くの人に読んでほしい。私は、業務で介護施設に行く機会が多い、介護施設ご利用者の約半数が発症している認知症について。 より理解を深めめるたたに本を購入した認知症の専門医として何千人という患者を診察しかつ地方から認知症への故障変更の国の検討委員を担っていた著者が認知症の概要に加えて自身が認知症になって分かったことを分かりやすく説明している大変気づかされることが多く期待以上の本であっため星。 5つをつけた。ずっと探し求めていたこの本に巡り合えてから、何度も何度も読み返しています。パーソンセンタードケア今月から介護実習が始まりますが、指導員として長谷川先生の思いを少しでも実習生の方たちに伝えていけたらいいなと思っています。認知症の長谷川式を作った医師が、 認知症の当事者となった感想。認知症は恐ろしい病気だと思われがちですが、その本質は暮らしの障害です。それまで当たり前のようにできていた、普通の暮らしができなくなっていくのが特徴です。以上、興味のある方は、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったら、 チャンネル登録をお願いいたします。